サーディーズはヨーロッパのコンチネンタル料理を提供するレストランである。マンハッタンの劇場地区西44丁目234番地に位置し、小ビジネスに関わる著名人のカリカチュアが壁に飾られていることで有名である。1927年3月5日、現在の場所にオープンした。メルキオ・レピオ・ヴィンチェンツォ・ヴィンセント・サーディシニアとその妻エウゲニア・パレラは、 1921年に地震らにとって初めての料理店となるザリトルレストランを西44丁目246にオープンする。1926年セントジェームズ劇場建設のため建物の解体が決まった。だが劇場業界の大物であったシューベルト兄弟から料理店の所在地から少し先の地区に建設中の 新ビルへと移転しないかとの申し出を受け、1927年3月5日、劇場建築家ハーバート J クラップが設計した建物に新レストランサーディーズが開店する。移転後、折しも世界恐慌による景気の悪化が重なり事業の業績が伸び悩んだため、ヴィンセント・サーディは顧客を引きつける仕組みを考案する。1920年代に、 キャバレー業界の大建物だったジョー・ゼリが経営するパリのレストランやジャズクラブの壁に映画スターのカリカチュアが飾られていたのを思い出し、サーディはそれを自分の店で再現することにしたのである。サーディはロシア難民であったアレックス・ガード・ブロードウイの著名人の絵を描く画家として雇った。サーディとガードはサーディーズでの1日あたり2度の食事と引き換えにカリカチュアを描き、 ガードはサーディーズの食事を決して批判しないという条件で契約を締結する。ガードが公式に初めて描いたカリカチアはサンバカ大賞で有名なボードビリアンのテッドヒーリーのものであった。サーディの息子であるヴィンセント・サーディ・ジュニアは1947年にレストラン経営を引き継ぎガードに契約内容の見直しを提案した。だがガードはこれを誇示し、 死ぬまで食事と引き換えにカリカチュアを描き続けた。サーディーズのネオンサインサーディーズは、ウォルター・ウィンチェルとウォード・モア・ハウスが執筆する新聞のコラムにしばしば取り上げられ、これによってその人気はさらに高まった。ウィンチェルとモア・ハウスは、新聞記者、広報関係者、劇の評論ラらで構成されるグループに所属していた。彼らは、チーズクラブと自称し、定期的に、 サーディーズで昼食会を催していた。ヘイウッド・ブルーム、マーク・ヘリンジャー広報のアービング・ホフマン、俳優のジョージ・ジェッセル及びリング・ガードナーもまた、チーズ・クラブのメンバーであった。実のところ、アレックス・ガードを初めて、チーズ・クラブのランチのためにサーディーズへと連れて行ったのは、ホフマンである。ガードは、そこで、チーズ・クラブのメンバーたちのカリカチュアを描き、 ヴィンセント・サーディはそれを彼らが座るテーブルの上側の壁にかけて飾った。そのことがきっかけで、サーディは上記のゼッリの絵のことを思い出し、ガードとの契約につながった。レストランは公演前後のたまり場や公演初日のナイトパーティーの会場としても有名になった。劇場を愛したヴィンセント・サーディは、ブロードウェイの出演者たちのスケジュールに合わせて、 同じエリア内に存在する他のレストランよりも閉店時間をはるかに遅くに設定していた。1932年、ロサンゼルスのハリウッドブールバードにサーディーズの支店がオープンする。24時間営業でブロードウェイ同様に著名人の間で人気があったが、1936年にキッチンからの出荷により全焼し、閉店している。サーディケは、 イタリア系であるが、レストランで提供しているメニューは、イタリア料理ではなくコンチネンタル料理で、どちらかというと、イギリスの食事に近いものである。1957年、ヴィンセント・サーディ・ジュニアは、ヘレン・ブライソンと共同で、サーディーズのレシピを料理本にまとめた。その、カーテン・アップ・アット・サーディ・エスには、グリルドチーズから、 シャンパンカクテルまで300近くに上るレシピが記載されている。だが、1987年までにその食事についてザガットが料理はお笑いと評したことがある。調査を受けたある客はサーディーズのことをブロードウェイで最長ロングランのギャグと呼んだ。1990年、ヴィンセント・サーディ・ジュニアは デトロイトのプロデューサーらに対して620万ドルでサーディーズを売却し、バーモント州で引退生活に入ろうとした。しかし、その後い手が債務を履行せずに倒産したため、翌1991年に再度レストランを取り戻し、レストランの改修とメニューの見直しを実施した上で営業を再開した。今日のサーディーズはブロードウェイの一部をなす施設と考えられている。 作曲家、スティーブンソンドハイムは2000年に行われたインタビューでニューヨークの劇場の雰囲気の変化について嘆きつつ次のように語っている。今は実に不毛な時代だ。ミュージカル作家が作品を書くのはせいぜい2、3年に一度。一体誰がサーディーズに集まるそこで何を話すことがある今の時代、ショーはただ劇場で機械的に上演され。 それが続くだけなんだ。ブロードウェイの非公式の市長と言われたヴィンセント・サーディ。ジュニアは2007年1月に死去。ヴィンセント・サーディ・シニアの飛にあたるショーン・リケッツが共同所有者として今もレストランの営業を続けている。地上階のダイニングルーム。著名人たちのカリカチュアが壁の上側に並んでいる。アレックス・ガードは700を超えるカリカチュアをサーディーズに描き残した。 ガードが1948年に死去したため、ジョン・マッケイがレストランのための絵描きの仕事を引き継いだが、その後間もなくして、ドン・ベヴァンに変わった。ベヴァンは1974年に引退するまで絵を描き続け、ブルックリン生まれのリチャード・バラツに交代した。バラツは、それまでアメリカ合衆国製版印刷局で有価証券の掘り板作成に携わっていた職人であった。 バラツはペンシルベニアに住み、現在までサーディーズのカリカチュアリストを務めている。俳優、ロバート・クッチオーリのスポークスマン、ジュディ・カッツは、プレイ・ビル氏のインタビューで次のようなエピソードについて語っている。ジミー・キャグニーが死んだ日、そのカリカチュアが壁から盗まれたのよ。そのことがあってから、絵が完成したらそのコピーを2点作って、オリジナルは保管室に置くことになったの。 そして、コピーの一方は、絵のモデルになったラッキーな人に送り、他方は、サーディーズの壁に飾る。そうやって、泥棒みたいな人たちに絵が持っていかれないような工夫を、してるんです。1979年、ヴィンセント・サーディーズ・ジュニアは、227点に上る、カリカチアのコレクションを、ニューヨーク公共図書館のビリー・ローズ・シアターコレクションに、寄付した。1991年には、 サーディーズのカリカチュアのうち275点を収めた本、オフザ・ォール・アット・サーディエスが出版された。現在、サーディーズには1300を超える著名人のカリカチュアが展示されている。2010年ドラマリーグアワード受賞式、サーディーズは、トニー賞が誕生した場所でもある。1946年に、アントワネット・ペリーが死去した後、その仕事上のパートナーで、 劇場プロデューサー、演出家のブロック・ペンバートンは、サーディーズで昼食をとっている時に、ペリーを栄誉を称えるために、劇場関係の賞を創設しようと思いついたのである。1947年、第1回目のトニー賞で、ヴィンセント・サーディは、20年の間サーディーズで、劇場人たちに、束の間の家と安らぎの場を与えた功績によって、特別賞を授与された。長年、 トニー賞ノミネートの発表はサーディーズで行われていた。ヴィンセント・サーディ・ジュニアは2004年にトニー賞の栄誉賞を受賞している。また、サーディーズはアウター・クリティックス・サークル賞の受賞式の会場になっているほか、多くのブロードウェイ関係の記者会見や祝賀会といったイベントに使用されている。サーディーズが使用されたシーンのある映画には以下のようなものがある。 サーディーズが登場するテレビ番組には以下のようなものがある。サーディーズについて言及している書籍には以下のようなものがある。サーディーズについての言及がある歌には以下のようなものがある。1947年3月8日、ビンセント・サーディ・ジュニアはランチョン・アット・サーディ・エスと題したサーディーズのダイニングルームからのラジオのライブ放送を開始した。当初はビル・スレーター。 レイ・ヘザートン及びアルレーン・フランシスがホストを務めていた。現在はジョアン・ハンバーグがサーディーズから折に触れて放送を行っている。ありがとうございます。